仮面ライダーシリーズ仮面ライダーキバ。仮面ライダーキバは2008年1月27日から2009年1月18日までテレビ朝日系列で毎週日曜8時8時30分に全48話が放映された東映制作の特撮テレビドラマ作品および作中で主人公が変身するヒーローの名称である字幕放送を実施ハイビジョン制作また 仮面ライダーシリーズとしては、初のデータ放送対応作品でもある。平成仮面ライダーシリーズ第9作目にあたる。キャッチコピーは、覚醒。運命の鎖を解き放って、それはバイオリンをめぐる、父と子の物語。平成仮面ライダーシリーズ第9作。石の森翔太郎生誕70周年記念でもあり、第1話冒頭でこのテロップが出された。 モチーフには敵の希望としてわかりやすく人間の天敵でもある吸血鬼を採用し随所に西洋ホラー的な要素演出が取り入られている。大きな特徴として挙げられるのが紅私を主人公にした現在とその父である紅女りを主人公にした過去のストーリーが独立して存在しそれぞれが並行して描かれることである。 過去と現在の展開がオーバーラップしたり、現代で結果だけ提示された事象の経緯が過去で解説されたりと、親子二人の物語が密接に絡み合い、過去が現在に、そして現在と過去が混じり合いながら、影響を与えながらストーリーは展開していく。並行して、現代と過去の二つの物語を描くというのは、前年に流行した海外ドラマ、ロストが影響しており、 本作品では、ドラマの構造にチャレンジするため、現代と過去を同じ分量で描くものとなった。その二つの物語をつなぐアイテムとして、同じ形で何百年も使用されているバイオリンが、親子に世代の時代を経て変わらずに残っているものの、象徴として設定された。バンダイ関連商品の IP 別売条項は、本作品が放送された2008年は87億円と、 発表され、前作、仮面ライダー電話の放送した2007年の115億円を下回る結果となった。1986年、世間には人間に、化け人間の生命エネルギーライフエナジーを吸って生きる、モンスターファンガイア族が、超量をばっこし、それに気づいた数少ない人々が、ファンガイアと戦いを繰り広げていた。ある日、腕利きのファンガイアハンターである、 麻生うユリはターゲットであるファンガヤを追い詰めたものの、彼女に惚れたらしい一人の男の乱入により、取り逃がす。ユリの失責を気にもせず彼女を口説きにかかる、男の名は、クレナヨンガリ。天才バイオリニストである、彼は、こうして、ファンガヤの存在を知ることとなる。それから22年経った2008年、ゴーグルに、マスクという奇妙な姿で、ゴミを砂取っては、 魚の骨を拾って回る怪しげな青年がいた。彼の名は、クレナイワタシ。お隣の息子である、彼は、父のを残した、バイオリン・ブラッディ・ローズを超えるバイオリンを作るために、バイオリン職人として、修行を続けていたが、他人との接触を極端に嫌う内気な性格のため、あちらこちらでトラブルを起こしていた。そんな時、二十二年前に逃がしたファンガイアが、再び出現。 ユリの娘であるファンガイアハンター、アソウ・メグミが戦いを挑むも、その力に圧倒され、危機に陥る。その時、ブラッディ・ローズの弦が突如として震え始め、それを聞いた私は本能に突き動かされるように、ファンガイアの元に向かう。奇妙な姿をしたコウモリキバットが私に噛みついた、瞬間私の体は鎧に包まれ、 異形の姿イコール仮面ライダー牙へと変貌を遂げた。こうして、父と息子、22年にわたる運命の物語は幕を開けた。2007年春、放映中の仮面ライダー電王では、主人公に味方する怪人、イマジンが、視聴者から絶大な人気を集めており、次回作の構想を練っていた企画チームにとっても無視、できない存在となっていた。しかし、 平成仮面ライダーシリーズは、毎年世界観を一新することを命題とするため、弁護の手法をそのまま踏襲することは避けられ、着ぐるみではなく変身ベルトに、キャラクター性を与えて、喋るベ,ベルトとすることが提唱された。喋るベ,ベルトという構想そのものは2001年放送の、仮面ライダーアーギトの時点で、すでに発案されていたものの、声優の選定に際しては、 作品内容とシンクロすることが求められる一方で、ストーリーが固まって、キャラクターの概要が見えてくる放映開始2から3ヶ月前まで待っていては、玩具開発が間に合わなくなるため、それまで実現したことはなかった。また、喋るベル,ベルトは、仮面ライダーのクールな世界観にそぐわないという、反対意見もあった。だが、イマジン人気の高さを目の当たりにした。 制作スタッフたちは、電王の後番組なのだから喋っても良い。むしろ喋らないと面白くないのではないかと考え、変身ベルトを主人公の相棒キャラクターとするコンセプトを採用した。キャラクターのモチーフの選定にも、電王の賑やかな作風が意識され、大勢のキャラクターが出せる素材として、西洋妖怪軍団が発案された。プレックスの安倍光によれば、2007年の ゲゲゲの鬼太郎のヒットも、この案の後押しとなったという。主人公は、西洋妖怪の中でも後期で、下僕を従えているイメージのある吸血鬼とすることに、決まり、バンパイアと人間双方の血を引く、主人公が、同族であるバンパイアを殺さねばならない宿命を追う、という物語の原型が出来上がった。主人公が、 バンパイアライダーとなったことで、相棒である変身ベルトのモチーフはコウモリに決定し、噛んで変身するというコンセプトもすんなりと成立した。しかし、コウモリベルトが噛む対象は何かという問題が、解決せず、ガムを噛む、トマトジュースを飲むといった、様々な案が検討された。試行錯誤の末に、スタッフがたどり着いたのは、噛むのではなく、 口に加えるという発想で、作品のキーアイテムは笛をモチーフとした、笛エするとなった。また変身ベルトだけでなく、主人公が扱う剣や、銃などの武器にもキャラクター性を付与し、人型の彫像に変形して、会話を行うというアイディアが採用された。主人公は、怪人の力が宿った、彫像武器を手にすることで、その力を取り込んで、フォームチェンジを行い、 武器と会話しながら戦うのである。ところが、デ王に登場した剣、殿下面相ドが、それを通じて、イマジンたちと会話ができるというものだったので、差別化のために、武器との会話というコンセプトは、廃案となった。フォームチェンジも若干の軌道修正を求められ、ボディの一部が変化した、左右非対称のデザインとなった。安倍光は、本来ならば、 武器に宿ったモンスターの力に支配されそうなところを、主人公自身の力で押しとどめている状態を、ビジュアルで見せているという趣旨のことを語っている。人間とファンガイアの間に生まれたくれない私が、キバットバット3ヨの力を借りて、牙の鎧をまとった姿。真の姿は、黄金のキとも呼ばれるエンペラーキの鎧で、ファンガイア族の王室技巧匠であるナイトと、ポーンが、 キングのために作り出した3番目の鎧である。先に作られたダークキバの鎧とほぼ同等のパワーを有するが、ダークキバがいつ力を暴発させるかもしれない危険性をはらんでいるのに対し、エンペラーキバは体の要所をカテナで拘束することにより力を抑えた状態を保つことができるように改良されている。キバフォームエンペラーキバの鎧の力を抑制し、 牙の鎧として用いる通常時の姿。格闘技を駆使して戦い、鉄棒などに足を引っ掛けて、逆さつりの状態で攻撃を仕掛けることもある。キバットバットスリーオが、私の手にアクティブファングを突き立て、体内にアクティブフォースを注入すると、私の中に眠る。魔法力が、活性化されて、顔にステンドグラス状の模様が浮かぶ。その後、腰に出現した。 キバックルのパワールースにキバットが捕まり収まることで、ついで出現した鎧を身にまとうことで変身が完了する。テレビシリーズ最終話で22年後の未来からやってきた私の息子であるマサオはキバットバットフォーヨの力を借りてこの姿に変身していた。インナースーツドランガメールは黒竜ガオーラドランの川でできており、その上を魔効力の流動経路。 ブラッドベッセルが走る。両肩は高速グプテラプレートによって抑え込まれており、力を増幅しすぎて自滅しないようにしている。胸のブラッディラングは魔法力を蓄積するための力の貯蔵庫で、膨大な量の魔法力によってシンクに染め上げられている。首元には悪魔の顔をかたどった飾りダークネスチョーカーをかけている。 仮面牙ペルソナの一部をなす複眼オムニレンズの色は黄色。額には魔鉱石がはめ込まれており、周囲をガーディアンクラウンというプレートに保護されている。右足はトライシルバニア銀星の高速部ヘルズゲートによって封印されている。その内部にある赤いプレートデモンズマウントに固定されているのは金色の経路ゴルギベッセルによって結ばれた三つの魔鉱石。 中、水、地であり、三つの石を経過することで、魔効力は元の八倍以上に強化される。なお、左足にはバランサーアンクレットを装備することで左右の均衡を保っている。ガルルフォームウルフェン属のガルルの力を得て変身する魔獣形態。騎馬フォームよりスピードが向上しており、高い防御力や自己治癒能力も備わっている。ガルルの力は、 月の満ち欠けによって変化するため、満月の夜に最大の力を発揮できる。フォームチェンジしても、牙の人格は私のままだが、その性格や思考にはガルルの影響が及ぶ。モスファンガイアに父である、暮れない女リの底を攻め立てられた、際の私は、牙に変身こそしたものの同様のあまり満足に戦うことができずにいた。 しかし、ガルルフォームに変身した途端、弱気になっていた私は、攻撃的になり、戦況を覆した。キバフォームの状態でガルルフエッスルを、キバットバット3よに吹かせると、ガルル超像体が、キャッスルドランから出される。キバが手にした、超像体は、ガルルセーバーに変形し、それと同時に、キバの左腕と胸部が変化する。 最後にキバットの目とキバの複眼が青くなって変身完了となる。なお対ライオンファンガイア戦ではキバットが私の手を噛んだ直後にガルルフエッスルを加えキバックルに収まるのと同時に吹き鳴らすことでガルルフォームに直接変身していた。ガルルフォームのサワンワイルドアームは青い装甲ガルルシールドに覆われており腕力はキバフォームから低下しているものの 剣の扱いに特化した筋肉の作りとなっている。左肩は、ガルルの重毛の性質を持つ防具、ウルフェンショルダーによって守られている。左の腕輪にはめ込まれた石は、魔法石へと変化しており、ガルルの力の暴発を防ぐとともに、牙がガルルに取り込まれないようにするゴフとして機能する。胸部、ウルフェンラングは、ガルルセーバーから得た力をエネルギーに転換する。 役割を担っている。またガルルのエレメントの影響によって青く変色したキバットバット3オのキバットスコープはコバルトアイ、キバのオムニレンズはコバルトレンズと呼ばれる。バッシャーフォームマーマイン属のバッシャーの力を得て変身する半魚人形態。水中線にたけるほか周囲に水がない環境においてもバッシャーの魔効力によって大気中の酸素と水素を 強制的に水へと変える、疑似水中環境アクアフィールドを展開して、有利に戦える。また驚異的な視力を生かした、射撃の腕は正確無比であり、第9話では、フロッグファンガヤの銃を手から弾き飛ばすだけに留まらず、続いて放たれた、無数の爆弾も、すべて撃ち落とした。キバフォームの状態でバッシャーフエッスルを、キバットバット3よに吹かせると、バッシャー腸状態が、 キャッスルドランから出される。キバが手にした、超像体は、バッシャーマグナムに変形し、それと同時に、キバの右腕と胸部が変化する。最後にキバットの目とキバの複眼が緑色になって、変身完了となる。バッシャーフォームの右腕スケールアームは、緑色の装甲バッシャースケールで覆われている。右肩や、右前腕部にあるボグアーマーフィンは、 バッシャーのヒレが変化したもので敵を切り裂く刃としても扱える。右の腕輪にはめ込まれた石は魔法石へと変化しており、バッシャーの力の暴発を防ぐとともに牙がバッシャーに取り込まれないようにするゴフとして働く。胸部、スケールラングには水中の酸素を取り込む機能があるため、バッシャーフォームは無限に水中で活動できる。 またバッシャーのエレメントの影響によって緑に変色したキバットバット3よのキバットスコープはエメラルドアイ、キバのオムニレンズはエメラルドレンズと呼ばれる。ドッガフォームフランケン族のドッガの力を得て変身する豪腕戦士形態。他のフォームと比較すると腕力が突出して高く、また驚異的な防御力も備えている。ただしスピードは低下しており、また視力自体は キバフォームと同等だが動体視力に関しては劣っている。キバフォームの状態でドッガフエッスルをキバットバット3よに吹かせるとドッガ腸像体がキャッスルドランから出される。キバが手にした腸像体はドッガハンマーに変形し、それと同時にキバの両腕と胸部が変化する。最後にキバットの目とキバの複眼が紫色になって変身完了となる。 ドッガフォームの両デグレートアームは、ドッガ同様、ルシファーメタル製の装甲によって筋肉が、牙フォームの10倍に強化されている。ルシファーメタル製の鉄鋼ライトニングシールドにはめ込まれた石は、魔鉱石へと変化しており、ドッガの力を増幅するとともに、牙がドッガに取り込まれないようにするゴフとして機能する。両肩の防具ハンマーショルダーは、体当たりの際の武器としても有効である。 胸部アイアンラングは、ドッガーの拳が変質したもので、内部に、ドッガハンマーから吸収した雷のエネルギーを蓄積できる。またドッガーのエレメントの影響によって、紫に変色した、キバットバット3オのキバットスコープは、パープルアイ、キバのオムニレンズは、パープルレンズと呼ばれる。ドガバキフォーム3大アームズモンスターの力を同時に、 融合変身させた形態で、正式名称は、ドッガガルルバッシャーキバフォーム。キバフォームと比較して、各種能力が向上しているほか、ガルルセーバー、バッシャーマグナム、ドッガハンマーを一度に扱うことができる。ただしダークネスムーンブレーク以外の必殺技までは、発動することができない。また、魔法力の制御が困難であるため変身の維持は5分が限界であり、 それを超えると、牙の鎧が破壊され、5つの命にも危険が及ぶ。サワンは剣を扱うことに特化した、ガルルアーム、右腕はアクアフィールドを生成できる、バッシャーアームとなっている。また胸部に、最も体力のあるドッガブレストを配置することで、パワーバランスを保っている。副眼ゴムにレンズは、牙フォームと同じ外見だが、バッシャーの力を宿しているため視力が高くなっている。 エンペラーフォーム魔交流タツロットの力で体を拘束するカテナを断ち切り、ファイナルウェイクアップを遂げた仮面ライダー牙本来の姿。装着者の資質次第では一人で国を滅ぼすことも可能とされる。牙フォームの状態で召喚したタツロットが左腕に止まると各部の拘束が解かれて、牙の鎧がエンペラー牙の鎧へと変化。 キバットバット3オの目が虹色になり、最後にマントが出現して変身完了となる。このように二段変身を行ってエンペラーフォームになるのが基本だが、キバットバット3オとタツロットを同時に呼び寄せて直接変身することも可能である。全身を覆う装甲インペリアルアーマーの材質は、キバの鎧と同じルシファーメタルだが、魔法力の全開放によって金色に変化しており、 防御力は5倍になっている。尖った両肩ゴルディショルダー、膝の爪シルバニークロー、かかとの張るシファーズナイフと各部に武器が仕込まれている。キバフォームの右足に封印されていたデモンズマウントは一回り大きなヘルズブレストとなって胸部に移動してきており、そこには三つの魔鉱石、中、水、血が収められている。背面には グレートワイバーンの翼を加工したシンクのマントブラッディウィングが備わっている。仮面エンペラーペルソナはまがまがしい行相となり、額には三日月型のクレッセントティアラが輝く。飛翔体私が抱く自分の音楽でみんなを幸せにしたいという思いが講じて究極ウェイクアップを遂げた最強形態。巨大なコウモリに似たその姿は、 ファンガヤ族の伝承でエンペラーバットと呼ばれている。エンペラーバットはファンガヤと別種族のハーフのみが変身できる存在であるため意味嫌われている一方で実際に目撃した者がいないため伝説でしかないとも思われていた。初登場は劇場版仮面ライダー秋葉真会場の王でこの時は レジェンドルガのロードとして覚醒した杉村隆の先例によって強制的に変身させられた。そのため杉村の言いなりとなって父親である紅女なりに襲いかかってしまったがお隣の愛情によって自我を取り戻すことができた。テレビシリーズへの登場は第35話でお隣の残したバイオリン・ブラッディ・ローズに込められた祈りを感じながら私が 自らの思いを込めて演奏することで変身を可能とした。なお、飛翔体への変身は、私の意思に基づくものであるため、キバットバット3用による制御はできない。万が一飛翔体が暴走するようなことがあれば、キバットは差し違える覚悟で、自らの全魔攻力をぶつけて抑制しなければならないという。飛翔体の翼ブラッディウィングは、 エンペラーフォームのマントが変化したもので、その羽ばたきは瞬間風速40メートルの突風を生む。また、翼の先端の爪ソニッククロウや両足の爪、ルシファークロウによって切り裂き攻撃を行う。頭部のヘルズクラウンはエンペラーフォームの胸部にあったデモンズマウントが移動してきたもので、3つの魔光石が脳髄と直結したことにより、私の魔光力を極限まで引き出す。 鳴き声は、ドランフエッスルと同様の効力を持っているらしく、直接キャッスルドランを召喚することが可能である。仮面ライダーキバの専用ビークル仮面ライダーキバの、協力モンスターテレビシリーズ以外の作品に、登場する、仮面ライダーキバ素晴らしき青空の会が開発した、対ファンガイア用迎撃戦士システムで、戦システムとも呼ばれる。戦の名は、 インターセプト X はタッカーの略称である。軍事目的に開発されたパワードスーツの設計思想をもとに、ユリの母親であるアカネたちが所属する人間工学研究所で対ファンガヤ討伐用に改修再設計し、開発した。島や素晴らしき青空の海の滝に渡るコネクションの莫大な資産が完成までに投入され、 1986年にロールアウトするものの内部のソフトやメカが10回にわたってバージョンアップを経てバージョン X の現在に至る。変身者は主に青空の海メンバーが務め、1986年ではクレナヨが装着することが多かった。2008年では名護圭介スケが主に使用している。その他の劇中で戦に変身した人物は、 次狼、麻生ゆり、麻生めぐみ、蛇たち剣後、ルーク、糸谷良である。変身に際しては、まず、戦ベルトを腰に巻き、戦ナックルのマルチエレクトロターミナルを手のひらに、押し当てる。その後、戦ナックルを、戦ベルトに差し込むと、フィストーンという電子音声と共に、スーツが出現し、それを装着することで、変身完了となる。なお、剣後だけは、 戦ナックルを靴に当てる移植の動作で変身していた。全身の白い装甲イク戦アーマーはダイヤモンドに匹敵する高度8.522の超合金戦プラチナで作られている。インナーのブラックアーマースーツは最強の合成繊維と言われる強化繊維、カーボテックリネン製である。胸部の動力ユニットソルミラーは内部にある。 次世代型電力駆動エンジンイクサエンジンで蓄積した電力を数百倍に高める。両肩に設けられた黄色のランプソルフラッシャーが放つ、光は300万カンデラに及び、光に弱いとされるファンガイアに対して強力な武器となる。各所に配置されている円が3つ組み合わさった三角形のパーツはデルタアースと呼ばれ、過剰な電流を空中に放電して、 負担を軽減する機能がある。仮面ライダーライジング戦仮面ライダー戦の強化完全形態。構想自体は、戦の開発当初からあったが、2008年のスーツの全面回収に伴い、戦 OS-11.0 ライジングが組み込まれたことで変身可能となった。劇中での変身者は、名護圭介とエリタチケンゴの2名。 仮面ライダー戦バーストモードの状態で、イクサメットの後部から取り外したイクサライザーのキーを、193の順に押し、ライジングの電子音声に続けて通話ボタンを押すと、胸部のソルミラーが展開。さらに、各部の装甲が弾け飛び、イクサメットが変形して変身が完了する。ただし第40話での名護は、戦爆言とつぶやきつつ、イクサナックルをセットして、 バーストモードに変身した後、イクサライザーの操作を省いて、ライジングイクサになっている。また第48話では、バーストモードを経ずに、直接、ライジングイクサとなった。バーストモードでは抑制されていたイクサエンジンの出力が全開となったことで、格闘能力が向上した他に防御力も30%高くなっている。またイクサナックルの回収により、 活動時間の制限はなくなった。インナースーツはカーボテックリネンに熱反射素材プラチナムラバーをコーティングした白いプラチナアーマースーツに変化。各部の装甲はイクサプラチナに超降物質ガーディアンコバルトをコーティングしたライジングアーマーへと強化されている。なおガーディアンコバルトは本来無色であるが電気信号によって青く変色している。胸部には 戦エンジンの中枢部である赤いコロナコアが露出しており、その周辺の走行はオープンアーマーと呼ばれ、放熱のために解放されている。額から伸びる格ライジングホーンはバリアフィールドを展開して頭部を保護する機能がある。仮面ライダー戦の専用ビークル2008年におけるファンライアの王である登る太しき場が蛇の力を宿した。 人工生命体サガアクの力を借りて、太古の鎧サガの鎧をまとった姿。その力は、キングの使命である、人類の進化に寄与する者の,の排除と、同族の無本者の処刑に用いられる。変身に際しては、魔法力の高まりにこうして太牙の顔に、ステンドグラス状の模様が浮かぶ。この点は、仮面ライダー牙と同様だが、牙の場合は、 模様出現のタイミングが一定であるのに対し、佐賀の場合は、佐賀悪の力を借りた後に模様が現れることが基本であるものの、時には、佐賀悪を手にする前に模様が浮かぶことがあった。これは、太木場が魔法力を使いこなす才能に恵まれているためと思われる。佐賀の頭には、魔法力を増幅させる魔石、ファングストーンで作られた王冠キングスクラウンがあり、 この鎧がキング専用であることを示している。額の中央にはめ込まれた魔法石は最初に発見された魔法石で禁断の実と呼ばれる。その周りを取り囲むエターナルグラスはファンガイアの体組織に酷似したステンドグラス状のパワーグラスで装着者の生命が危機に陥った時は蓄えていた魔法力を放出して助ける機能がある。 仮面さがペルソナに設けられた複眼ダークレンズの色は青い。インナースーツドランガメールは黒竜ガオーラドランの表皮で作られており、手足を取り巻く鎖、デュナミスカテナは装着者の力を抑制するのではなく、運動能力を数倍に高める。肩のバロッキングアーマーなど随所にファングストーン製の装甲をまとっているが、エリ状の防具バイパーカラーは内側にルシファーゴールド。 上着したルシファーメタル製で、不可視のバリアーシャドーベールを展開して、上半身を保護している。胸部のステンドグラス型防具エターナルラングの機能は、頭部のエターナルグラスに同じ。その中央に位置する漆黒の魔鉱石は、歴代キングが受け継いできた、最も貴重な魔鉱石とされ、これ一つで、仮面ライダー牙エンペラーフォームの胸部にある三つの魔鉱石の力に匹敵するという。 運命の鎧の異名を持つ、サガの鎧は、ナイトと、ポーンによって作り出されたキングのための鎧の中で、最も古く、15世紀頃ファンガイアが多種族への、信仰を始めた際に用いられたものである。ゴブリン族との死闘に臨んだ初代キングは、この鎧をまとって、ファンガイア軍を引き、相手を根絶したと伝えられている。ファンガイアの王のために作り出された、 ダークキバの鎧を、キバットバット通夜の力を借りて、キングがまとった姿。闇のキバとも呼ばれる、ダークキバの鎧は、佐賀の鎧よりも強大な力を求めたファンガイア族が、技術の息を凝らしたもので、当時、レジェンドルが族との戦いで劣勢に追い込まれていた、ファンガイア軍はこの鎧の完成によって一気に、戦局をひっくり返すことができたという。 この時の装着者は1986年のキングと同一人物で、以後も多種族を相手にその猛威を振るい、1986年においては、ガルル、ドガ、バッシャーを封印している。しかし、くれない女りと親密になったマヨから、クイーンの力を剥奪したキングの告白さに、キバットバット通ヨが疑問を覚えて離反し、鎧をお隣に与えてしまう。 お隣は三度にわたって、ダーク牙の鎧を装着して、キングに挑んだが、本来ならば、ファンガイアの王にしか扱えない鎧を、人間の身でまとった代償は大きく、ついに命を落とすことになった。その後、鎧はしばらくマヨルの手中にあったが、2008年に、登るフと式場がマヨから強奪し、太キバが味わってきた苦しみを認めた、キバット通夜が、 変身能力を授けた。ダークキバへの変身に際しては、魔法力の制御に長けた、キバット族のキバットバット通与による助力が必須となる。キバットバット通与が、アクティブファングを変身者の手に突き立てて、アクティブフォースを注入すると、噛みつかれたもの,の魔法力が、活性化し、顔にステンドグラス状の模様が浮かぶ。そして腰に出現したベルトのバックル部に、 キバットバット通夜が収まるとともに、鎧が装着され、変身が完了する。なお、普通の人間であればキバットバット通夜に噛みつかれた、時点で即死するため、それを3度も耐えたお隣は、波外れた体力と精神力の持ち主であったことが、わかる。ダークキバの頭部には、パワー安定欲ゼノンスタビライザーがあり、魔法力を拡散して脳への負担を軽減している。 インナースーツサタンメールは1200歳に達したガオーラ、ドランの皮から作られており、防御力は仮面ライダー牙のドランメールよりも3倍高い。全身の装甲ブラッディアーマーは、二度と生成できないとまで言われる奇跡の金属、ブラッディストーンでできており、要所に抑制剤ダークネスタールを塗布した帯、スタビライズシャドウを設けることで、鎧自体に備わった。 強大な魔法力の冷却を図っている。同じく、ダークネス・タールが塗られた胸のダークネスブレストには、エンペラー・アキバの鎧と同様の魔法石、中水、血が埋め込まれているが、石の純度は、こちらの方が上回っている。背面のマント・ダークネス・ベールは、あらゆる物理兵器の攻撃を無効化するほか、振るうことで、闇の刃を放つこともできる。人間の姿を借り、 人間の生命エネルギーライフエナジーを糧として生きるモンスター種族の一種。名称はファング、ヴァンパイアから作られた造語である。すべてのファンガイアのデザインに鳥の一生が含まれており、口術のマナもそれに関連、連想されたキーワードが含まれる。そのため本作品では鳥類をモチーフとした怪人は登場しない。 空中に2本の巨大な光の牙吸いのち牙を召喚し、それを人間の首筋に突き刺すことによって、ライフエナジーを一気に吸収する。襲われた人間の体は命の色が失われ、ガラスのような無色透明のものと化し、最終的に砕け散る。なお、最終決戦では、ガラスのような無色透明になった後に大爆発するシーンも見られる。 解認定になるとき、もしくは、蒸気のライフエナジー捕食の際には、瞳と顔の下半分に派手なステンドグラス状の模様が浮かび上がる。各自が、人間社会での名前や、一族の勲章の他に、固有の主的なマナを持つ。だが、ファンガイア族の中にもそれぞれ分類が存在し、動物に似た姿をしていることから、青空の会では通常は、ファンガイアと呼称されている。 節足動物に似るインセクトクラス、陸上生物に似るビーストクラス、水中生物に似るアクアクラス、爬虫類に似るリザードクラスの4つの形態クラスが存在しその形は多岐にわたる特徴を持つ。ステンドグラスに似た外観の皮膚を備え、本来の姿ではその皮膚に人間体の顔が映り、会話することができ、戦闘時には皮膚から専用の武器を召喚する。中には、 人間体の顔を映さなくても会話できる者も,もいる。また、同族であっても、チェックメイト4など個体ごとに戦闘能力の差異がかなり激しい。人間を食料として見る以外、思考、行動様式は人間とほとんど変わりがなく、多くがごく普通に人間社会に溶け込んで生活している。ただファンガイアは人間と比較して圧倒的に長明。 老化しにくい肉体のカモフラージュのために、時代ごとに、様々な職業を転々としながら、長い年月を過ごしている。思考が人間とほぼ同等なため、時に餌であるはずの人間に惹かれ、恋愛関係に至るファンガイアもいるが、これは、ファンガイアにとって、最大級の近畿であり、人間と結ばれたファンガイアには、クイーンにより制裁が下される。基本的には、 この近畿に触れない限りは、チェックメイト4の管理下のもと、各自が自由意志で生活をしている。そのため、同族で争う、者たちもいたり、チェックメイト4の座を狙う野心家もいるなど、行動は千差万別である。死亡した場合は、肉体がガラス体となって砕け散り、その残った一体分のガラス体に、代わりのライフエナジーを用いることで、明確な意志を持たない。 リビングデッド的状態で再生させる技術が存在する。欠片自体はいずれ消滅してしまうが、生前の意志を持つ完全な蘇生には通常捕食量の5倍以上のライフエナジーが必要になる。ライフエナジーの蘇生はファンガイアの生命力に比例し、特にバッドファンガイアなどの大きな生命力を有する個体の蘇生には天文学的な量のライフエナジーが必要になる。なお、 寿命以外の要因で死んだファンガイアからは、ライフエナジーの実が、エネルギー級となって浮かび上がり、これらは、サバトの原料となる。これらのファンガイア再生術は、一族の中でも位の高い貴族階級や、チェックメイト4など、ごく一部の行為のファンガイアの実が習得している。キングや、ディケードに登場する女王、勇気のように、最上位に位置しているものは、 同族から能力を奪うことや異なる存在に、能力を与えるなどと一族の力を移し替えることが、できるのではないかと考えられている。ファンガイア族自体は、数あるモンスターの種族の一種で、光術の様々な十二種の種族が所属するが、いずれもファンガイアほどの流星は得ておらず、一族代々ファンガイアに仕える者も,もいる。例外的に劇場版の、レジェンドルが族のように、 ファンガイアをもしのぐほどの強力なモンスターの種族も存在する。最終話で D&P が人間と共存できる方針を持つようになったが、未来ではネオファンガイアという新たな脅威が存在している。数年ごとに候補者を見つけ選定された最強の戦闘能力を持ったファンガイアのキング、クイーン、ビショップ、ルークの4人で構成される。 チェスの駒に相当する役割を持つ。各役割は、キングはファンガヤ族の支配者であり、その命令は絶対的。ファンガヤの鎧であるキバダークキバサガを装着する資格を持つ。クイーンは前述の通り、起き手を破った同族の制裁やキングとの結婚や子孫の出産。ビショップは、キングクイーンの補佐役や、同族の監視。ルークは、護衛役だが、 最も気ままに行動することが多い。彼らの道具を管理する、チェックメイト4ではない、ナイト、ポーンも存在するが、劇中未登場。キングは、過去編のキングと現代編の息子のノボルフとき場、クイーンは、過去編のマヨ、現代編の鈴木美代、ビショップは両時代共通のビショップ、ルークは両時代共通のルークのメンバー。選定には、 チェックメイト4自身を含む個々の意志ではなく、チェックメイト4の力そのものが候補者を選ぶ。好意のファンガイアの実が召喚できる、死んだファンガイアのライフエナジーを集合させることによって、誕生する巨大なオーラ集合体。個別によって、体の色や腕の数が違い、体中に他のファンガイア同様ステンドグラス状の組織で覆われている。劇中では、体の色が、 青、オレンジ、赤のものが登場。再生ファンガイア同様明確な意思は持たない。リビングデッド状態で、サバトを召喚したファンガイアが生き残っている場合は、その支配下に置かれ、いない場合は、本能のままに暴れ回る。体から発する抗弾や触手を武器とする。ファンガイアが、牙によって倒された場合は、エネルギー級となった、ライフエナジーは、キャッスルドラミア、 シュードランによって捕食されるため、そのファンガヤは、サバトの原料となることはない。劇中で、犬飼い爵が、自分の魂と同じくファンガヤである5人の羊の、死体のライフエナジーを合成したサバトは、6柱の、サバトと呼ばれる。このサバトは、復活に必要なライフエナジーが足りなかった、ため完全体ではない。 世界各地の伝承として残るモンスターの原型となった生物の総称。全部で13種類より厳密には生物のライフエナジーを種族によって異なる方法で捕食し異なる起源を持つ地球上に生息する知的生命体の総称である。太古の昔にファンガイアが魔族の頂点に立つために世界制覇を掲げ他の種族に侵攻が行われた。 その際に、ファンガヤによる大殺戮や人間の増加や環境の変化により住みを追われて、わずかな生き残りを残して根絶してしまっている種族が多く存在するも、中は利害関係の一致で、ファンガヤ族と同盟関係の種族や降伏して、霊属関係となり、根絶から逃れることができた種族も存在する。他の種族同士の交配は可能である。ハガユリア。 松田健二と村田光の三人の平成仮面ライダーシリーズ OBOG がサイドレギュラー出演、前作デモにゲスト出演した小越祐樹もレギュラー出演している。各話ゲストにおいても平成仮面ライダーシリーズ出演経験者が多く起用されている。他にも小池里奈、高原智秀、加賀美咲、山本匠場など過去に特撮ヒーロー番組に メイン格で出演した経験を持つ俳優も、レギュラー出演している。また山本は、テレビシリーズ出演に先行して、劇場版にも異なる役柄で出演している。前作、電王で試みられた声優のレギュラー起用は、人型の怪人が主であった、電王に対し、否認型のモンスターに焦点が当てられた。前作まで、サブライダーを、主に担当していた。 伊藤誠と押川義文が仮面ライダーシリーズを離れたため、岡本二郎と英徳がサブライダーを務めた。仮面ライダー戦のスーツアクターを務めた岡本は、戦を演じるにあたり2ヶ月で1 0ラムのダイエットを行い、知人から病気を疑われることもあったという。麻生ゆり、麻生めぐみが変身した仮面ライダー戦は、スーパー戦隊シリーズで女性戦士や、 女幹部を担当する、八塚雄一が務め、八塚にとって、初の仮面ライダー役となった。それまで多くの平成ライダーシリーズで、サブプロデューサーを務めてきた、竹部直美が、連続ドラマでは、初のチーフプロデューサーを担当する。メインライターは、仮面ライダー狂気、以来3年ぶりに、井上俊樹が担当。クリーチャーデザインは、仮面ライダー五5 5 5年ぶりに、 篠原保元が担当する。また、メインのアクション監督もこれまでの宮崎剛に代わり、スーパー戦隊シリーズで多くの作品を担当してきた武田道博が務めた。これにより従来の作品よりもワイヤーアクションが増えている。牙バのスーツアクターを務めた高岩誠二は、前作、伝王のインタビューで、20年近いキャリアの引き出しをすべて使い切った。 もう振っても何も出ないと述べていたが、本作品後のインタビューでは、武田が作品に新しい風を入れたことにより抗ガの引き出しが増えたことを語っている。クラシック音楽出身で、クライズラーカンパニーでの活動を経て、作曲家としてアニメや宝塚歌劇などで活躍する、斉藤つねよしを、実写ドラマでは、初の劇とも音楽担当に起用。バイオリンが、 大きなテーマを占める物語に合わせ、弦楽器をフルに使ったクラシック調の BGM が多く流れ、洋書では既存のショパンの曲や宝塚歌劇からの転用曲も多く使用されている。また過去編パートでは、当時のアイドルや歌手による流行歌も BGM に用いられ、1986年、当時の雰囲気を引き出すのに一役買っている。本作品のために制作された、 主題歌、挿入歌は実に37曲にも上るが、そのうちの20曲を、各、ライダーフォームごとに使用される、固有の ED が占めている。これらは、前作、電王で好評だった ED のキャラクターソング展開を、引き継ぐ形となっているが、それぞれのキャラクターを演じる俳優、声優によって歌い分けられた、電王と異なり、本作品では主演の瀬戸康史をボーカルに置いた、 バンド、テトラ・ファングが結成され、大半のキャラクターソングを、テトラ・ファング名義で、瀬戸が歌っている。この他に、過去編のカフェマルダムールのシーンでは1986年の本作品の放送日と同日の週に第1位を取った歌謡曲が流れている。前編通して、サブタイトルには各話ごとに音楽に関連した言葉と音楽記号が用いられる。 このうち音楽記号は本リストではすべて中黒で代用する。各は終了後、画面が無数の鎖により渦漏れるという演出がなされている。以下の各作品における詳細についてはリンク先の各項目を参照。テレビシリーズの DVD は2008年8月8日から2009年7月21日にかけて全12巻が発売された。 また2008年7月21日発売の石野翔太郎生誕70周年記念 DVD ボックスや2009年8月7日の仮面ライダーディケードボリューム2の初回生産限定版には映像特典として第1話が収録されている。ありがとうございます。